この地域に関する資料は現着方面。それは、ああ、今まで軍略ばかり磨いてきたツケだよ。学ばなければならないことが後から後から出てくる。だからもし俺が的外れな政策を進めようとしていたら、遠慮なく指摘してくれ。ええ、ですが、その必要はないでしょう。自ら必要な知を磨き、柔軟に他者の言葉を吸収し、その二つをより合わせていく。その困難を誰よりも自然にこなせるあなたなのですから。君は俺のことを買いかぶりすぎだ。いいえ、賢者君、私はその点であなたにはかなわない。孔明、君がどんな気持ちで俺の言葉を聞いていたのかよく分かったよ。現着、今のあなたとなら戦場以外でもどうしたり得るでしょう。天下を立て直すためあなたの力を貸してください。ああ、全力を尽くそう。劉備殿が取り戻した希望を未来へつなぐために。